それではこれより第3回原子力規制委員会を始めます。最初の議題は東京電力株式会社福島第一原子力発電所における汚染水貯留設備 RO 濃縮水貯蔵 H6 エリアタンクからの漏洩ほか4件の事故故障。福井地裁の高浜3、4号機の運転差し止めの仮処分決定について委員長の、受け止めというか感想をお聞かせください。いくつかの点で十分に私どもの取り組みが理解されてないところがあったようにも受け止めています。新規制基準そのものが、合理性を欠くだとかですね、緩やかに過ぎるという表記もありました。今委員長がおっしゃったのはそういうことをそれも含めて理解されてないという意味と捉えてよろしいでしょうか。世界で比較しても全体としては最も厳しいレベルにあるということは国際的にも認知されているんですけれども、そういったことは全然ご理解されなかったようなことですが、言葉で合理的でないとか緩やかすぎるという意味がどういう意味で使われているのか、私はその真意は分かりません。ここに書いてあるのは700ガル未満でも炉心溶融が起きて重大事故につながるって言ってるんだけれども、そういうふうにならないようにまず700ガルっていうその基準値振動を決めるところでも相当厳しい規制をしてますけれども、仮にそれに超えたからって言ってすぐにそのことで炉心溶融につながらないようにシビアアクシデント対策も求めてるわけです。でいろんなことがだからそういうことを全部ね考慮して全部理解した上での判断であればそれは経営庁に値するところもあろうかと思いますけども、こんな議論をいくらやってもしょうがないと思いますので、我々は裁判について裁判の結果裁判の決定について何か申し上げる立場ではないし、いやいや最大の当事者ですよ。昨日事務方の方は我々当事者ないというふうにお答えになってましたが、これは当事者ですよ。すみません、昨日会見をしました。当事者では裁判の当事者ではありません。それは間違いありません。いやそれは訴状上じゃないですか。訴状上当事者ないというだけじゃないですか。裁判決定の当事者ではありません。この裁判の判決文を読む限りにおいては事実誤認、誤ったことがいっぱい書いてありますので、いちいちここでいろいろ反論してもしょうがないので、それは裁判の世界に任せたいと思います。福井地裁の判決を重く受け止めろ。福井地裁の判決を重く受け止めろ。新規制基準は撤回しろ。新規制基準を撤回しろ。福井地裁高浜原発仮処分における運転差し止め決定を受けて再稼働審査手続きの中止と新規制基準見直しを求める緊急要請。 100% の安全はないと言ってましたよね。それでいいんですか。原子力災害がいかにひどいものだっていうことは私たちはみんな福島で経験したじゃないですか。あんなことがまた起こらないようにするのがあなたたちの役割だと思います。重く受け止めてください。お願いします。非常に重く受け止めて、今の再稼働手続きを全部一切止めた上でね、規制のあり方そのものについてしっかり見直していただきたいというふうに思ってます。田中委員長については、例えば最近の、ことでいうと敦賀原発の破砕帯調査の問題 で自分たちが設置した有識者の会合でもう活断層だって認定が2回にわたってされてるんですよね。それにもかかわらずそのもし審査申請を出してくればそれを受けて審査をすると言い出していて、だからその自分たちがやってきた、その規制のありようについてそれを無視する形でともかくなんか再稼働ありきでことを進めようとしているっていうのが、最近その辺が非常に露骨にこう、ものを言うようになって、そのやり方非常に強引に進めようという姿勢がありありと見える中での今回の
決定ということで、まあ、そういう意味では、まあ、田中委員長にはその姿勢を改めてほしいし、あるいはもう変わっていただきたいぐらいの、そんな気持ちですね。